百3 6 1型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級。潜油大型、艇型、潜艇型とも呼ばれる。太平洋戦争後期に輸送任務のために12隻建造され、1944年に全艦が、巡航した。本来の輸送任務に利用されたほか、末期には一部の艦が海藻を置け回転攻撃にも、利用された。 8隻が太平洋戦争で戦没、残りは1隻が終戦後に食来沈没し、3隻が米軍によって処分された。本級は警戒が厳重な離島への輸送任務が目的であるため、敵艦のレーダーに探知されないよう環境下部が逆台形になっており、浮上高工時レーダー波を海面にそらすようになっていた。 輸送専門の潜水艦計画は1941年初頭第一次世界大戦時にドイツで計画された潜水商船ドイツラントを参考とした構想が提案されていたが作戦部は興味を示さず自然消滅する形となった。しかしミッドウェー海戦の敗北後軍令部では以後の対米作戦において 大規模な進攻作戦を行うことが困難と予測され、代わりとして海軍陸戦隊による敵地への隠密教習上陸作戦を行うことが考えられた。これらの作戦等に用いることができるよう、軍令部から輸送潜水艦の要望が出された。この結果、改めまるご計画で本型が計画されることとなった。本型は潜水商船ドイツチュラントを参考に、 完全後型の輸送スペースを設けて、そこに兵員と物資を搭載することとした。計画当初は、陸戦隊110メート物資10トンを艦内に搭載し、艦の後部乾板上に上陸用集停である特型、運河船2隻を搭載する予定だった。他にも、建造期間を短縮するために、手機や電動機は、既製品を用いることとされていた。 その後設計と建造計画は急速に進み、1943年2月には一番艦が寄港された。しかしこの頃、ガダルカナルの戦いにおける潜水艦を用いた輸送作戦での戦訓がもたらされ、建造中に使用変更が行われた。純粋な輸送潜水艦として建造するために人員搭載をやめ、物資搭載量は艦内125トン。 艦外20トンと変更された。さらに警戒が厳重な沿岸地域への輸送を行うため、環境下部に V 字型の傾斜をつけて敵からのレーダー探知を防ぐ形となった。加えて、水中航続力増加の要求から、電池の増設が行われ、水中行動能力が3ノットで40時間と、日本の潜水艦の中でも最長クラスとなった。しかし輸送スペースを、 電池の増設スペースへと転用したため、管内搭載量は65トンとなった。だが、搭載量の大幅な減少が問題となったためか、本型の最終艦である E372 では、新造時から巨雷発射艦を撤去して輸送スペースを広げ、管内搭載量を90トンとする改正が行われた。後に、E361 を除く本型の全艦が、建造中または竣工後に、 魚雷発射管を撤去する工事を受けた。E371 以前の艦については自衛用として、魚雷発射管2門を艦首に装備し、魚雷を2本搭載した。しかし前述のように、輸送スペースを増大するため E372 では、当初から魚雷発射管と魚雷を撤去し、E361 以外の艦もそれに習った。微法として 14cm 単装砲を全。 干拌に搭載し、対空用として2 5ト、mm、ル単装機銃を5干拌に搭載した。この機銃は5干拌に特型運河船を搭載できるようにするため、移動式であった。E362 潜水艦長、南部新清の手記によれば、当初は魚雷発射艦の前扉がむき出しの状態で、駆逐艦の全力構想に近い波を立てた。そこで南部が上進し、 艦主波を少なくする清流王位の装着が承認された。それでも環境と潜望橋の振動が激しく双眼鏡が震えて見張りが非常に難しかったという。電速機器としては全艦が竣工時に水上警戒用電端である22号電端と逆端を搭載していた。また1945年以降は対空警戒用電端である13号電端に加え、 新型アクタンや水中充電装置を搭載した。本型で最初に水中充電装置を搭載したのは、春工時から搭載していた E372 であった。1945年に入ると大型潜水艦の不足のため、本型の一部が回転搭載艦に指定された。艦板上の兵装を撤去し、回転を全艦板に二機、5艦板に三機、 合計5機を搭載するよう改装された。この際、撤去されていた魚雷発射艦を再装備している。この改装は1945年1月に E368 と E372 実施され、同年3月以降は E361、E363、E366、E367、e e、が順次改装され、回転特別攻撃隊に参加した。 1945年6月以降には、航空機発油を輸送する任務に充てるため、当時残っていた艦に搭載施設が設けられたと、されている。本型は、改め丸五計画で、基本計画番号 S51 として11隻、計画され全艦竣工。さらに1944年の戦時計画では7隻、計画され、第1艦は計画 S51 バイトとし、 イ3 7 2として竣工残り6隻は S51 c と計画を改め、こちらは定画だ改めと呼ばれ、イ3 7 3だけが竣工した。終戦時にはイ3イ6 3イ3 6 6イ3 6 7イ3 6 9の4艦が残存している。第6艦隊第7潜水船隊に所属していたイ3 6 9 百3 7 2と、千友子型の波101、波102、波104で編成。海中産型で編成された先代の第16潜水隊が、所属艦の除籍により、昭和11年4月1日に解体されて、以来、2代目となる。主に中部太平洋での輸送、紹介任務に従事した。昭和20年9月2日に、解体された、電池増設前。 増設後の数値不明電池増設後、3キロトン、120回履歴軍備線6部、P133 によれば、当初は 2K361 以外は後に撤去。回転搭載艦は、再装備372は、春高時点で搭載、ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 歴軍備、専用目 P193。 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 歴軍備戦六部 P133ABC 歴軍備千十一部 P168 から169歴軍備千十一部 P171 海軍反省会後268から269ページ坂本金美、海兵六十一。太平洋戦争時、潜水艦艦長歴任歴軍備戦六部。 P132 歴軍備戦六部、P132 から133、ありがとうございます。